はじめましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。令和4年5月10日の未明というか、まあ朝方ですね、ツイッターのトレンドに見つけたのが政府の子会社でした。何かなとトコトコトコって見に行ってみると、安倍元総理が行った講演での話題を時事通信が伝え、これがまるで大喜利のお題のようになっておりました。それではまずそのお題の時事通信の記事を確認してみようと思います。自民党の安倍晋三元首相は9日大分市の会合で、日銀が市場を通じて政府の国債を買い入れていることに触れ、日銀は政府の子会社だと述べた。日銀の独立性に対する信頼を損ないかねない発言とも受け取れ、波紋を呼びそうだ。この波紋を呼びそうなという結び、お笑いトリオダチョウ倶楽部における押すな押すな絶対押すなよというあれです。皆さんご存知の通り、押すな絶対押すなよって言ったら、それは押せという合図です。この最後に波紋を起こしかねないというのは、往年の工藤静香さんにおける嵐を起こしてのフレーズのような波紋を起こしかねないなんです。つまりほら波紋を起こしましょうという合図、掛け声だというのが私の理解です。だからそこに呼応するのはいつもおなじみのメンバーです。まずは東京新聞のスター記者であらせられます望月磯子記者は、時事通信の記事を引用する形でこんなツイートをしております。アベノミクスの失敗を認めたくないんだろうが、さすがにめちゃくちゃではとのツイートに対して、時事通信が紹介した部分の、安倍氏は1000兆円の借金の半分は日銀に国債を買ってもらっている。日銀は政府の子会社なので、60年で返済の満期が来たら返さず借り換えて構わない、心配ないという安倍元総理の言葉を添えてツイートしておりました。この後まとめて指摘しますが、元検察の八女兼弁護士としてワイドショーなどでも一時期八面六臂のご活躍をなされておりました郷原信夫さんのツイートはこうです。こういうとんでもない認識の人物が9年近くも総理大臣を務めていたことは、日本の経済社会にとって薬剤以外の何者でもないだって。どうやら SNS というのは様々な常識が試され、その果てに世界を社会を少しばかりでも良い方向に推し進めているようです。はい、当たり前の話ですが、安倍元総理の日銀は政府の子会社だという発言、間違いではありません。そもそもこんな記事を書いた時事通信にはプフッと失笑が漏れるというレベルの記事なんです。まずウィキペディア先生に日本銀行日銀について尋ねてみます。すると、日本銀行法により日本政府が 55% の株式を保有していなければならない、つまり日本銀行という会社の株式の 55% を日本政府が持っていなければならないと法律に書いてあるんです。次に安倍元総理の発言にあった子会社について、これも Google 先生に尋ねてみました。すると会社法第2条第3号にこんな記述がありました。子会社とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社、その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの。ざっくりと言うと、発行している会社の株の半分以上を持ったら、それはその持っているところの子会社になるということ。そしてこれ、私の理解が正しければなんですけれど、55% の株式というのは過半数を超えているはずです。よって、日本銀行は政府の子会社だというのは、日本銀行法、日銀法と会社法から確認できてしまうんです。ここで100歩譲りまして、時事通信と東京新聞の記者さんは、よっこいしょと脇に置いたとしても、郷原信夫先生というのは、法律家、弁護士先生のはずです。そんな法律家が、法律に則った発言をしただけの安倍元総理に対して、とんでも認識だなんてね、おっしゃるんです。先ほどよっこいしょと脇に置きました時事通信と東京新聞の記者さんの問題だとする認識というのは、日銀の借り換えという手段についてかと思われます。この日銀の借り換えについては、元大蔵官僚で現在は高橋洋一チャンネルの快進撃が止まらない数量政策学者天才高橋洋一先生のツイートより指摘したいと思います。マスコミの不勉強、中央銀行の独立性の意味を勉強しなさい、子会社として日常業務で政策手段の選択で親会社の判断をいちいち仰がないという意味。今 SNS により明らかになっているのが、新聞はもちろんテレビマスコミで活躍される皆様の
常識。その常識が非常識なんじゃないかということです。まず、高橋洋一先生がツイートしたところの中央銀行の独立性について、一般企業で置き換えるとこうなります。例えば、親会社が 10% のコストカットを、経費削減をと呼びかけたとします。この時、原材料を見直すことによって 10% のコストカットをする。あるいは、物流網を見直して 10% のコストカットを目指す。こうしたそれぞれの手法を現場の裁量に委ねているということです。会社によっては、いちいち親会社にね、お伺い立てるところもありますが、中央銀行の独立性というのは、政府の大方針があったとしても、それを実現するための方法論を考えること、そして実行すること、これはそれぞれ独立性が認められているという話です。日銀が子会社だというのは、これは一般常識の話ですし、国債の借り入れというのは、一般常識でいうとこの借り換えと同じです。特に一般企業における運転資金を借り換えまくるというのは、これ日常業務、ルーチンワークです。いわば、安倍元総理の発言を問題だ、いかんあかんとギャスクギャスク大騒ぎする人たちというのは、こうした一般社会における常識的な話をご存知ないということになるんです。借入金を借金と呼ぶこともどうかなとは思うんですが、まあまあそれは大きな意味としては同じだから見逃すとしても、借入金、借金が問題になるのは、これが返せなくなった時だけの話です。無事に返済ができていれば、これ通常の取引です。確かに会社員だけをしていた方にとってみれば、この借り入れというのはちょっと感覚的にピンとこないかもしれませんが、これは住宅ローンにしても消費者金融からちょいとねお金をつまむことにしても全く同じことなんです。住宅ローンにしても消費者金融にしても問題となるのは返せなくなっちゃった時だけなんです。つまりは常識の話なんです。この常識、何もお金の話ばかりではありません。おやおやっと首をひねる常識に出会ったのが、あの TBS の CLP、じゃなかった、報道特集でした。立憲民主党が資金提供していたことが政治資金報告書でも確認されました CLP、Choose Life Project。この CLP の創設メンバーが、TBS の子会社 TBS スパークル所属の立場で、番組作りに参加していたのが TBS 報道特集です。直近放送の令和4年5月7日の放送では、自民党の敵基地攻撃能力、改め反撃能力や安倍元総理の核シェアリングを吊るし上げしておりました。番組の中では自民党内からも批判の声がというナレーションとともに登場されたのが、元自民党幹事長の古賀誠さんでした。そして今、自民党の方で行われている国防の議論について、この古賀誠さん、ドンバチを知らない人たちが頭の中で考えていることでしょうなんてねおっしゃっておりました。だがちょっと待ってほしい。おやおやと思いまして、この古賀誠先生をウィキペディア先生に尋ねてみると、昭和15年8月5日のお生まれでした。終戦時には満5歳です。一体古賀誠先生はドンバチの何をご存知だというんでしょうか。これも実のところ常識の話です。その時代に生まれて命があったからといって、すべてをその時代のことを知ってるわけじゃないんです。一例を示します。東日本大震災後の福島第一原発の事故によって、にわかに脱原発の集会が各所で行われました。あの世界の坂本ことミュージシャンの坂本龍一さんが脱原発の集会で電気なければ動かない iPhone をカンペにしながら、また電気がなければ声を大きくできないマイクロフォンを使ってたかが電気という壮大なコントが行われたことは記憶に新しいところです。こうした脱原発の一連の活動の中で、メディアアクティビストとその後名乗られることになります。当時 IT ジャーナリストだったんじゃないかなって気がする津田大輔さんは、原発その他のことについて知らなかったとやはり繰り返しておりました。そこで津田さんについてもウィキペディア先生に尋ねてみることにしました。彼は昭和48年11月15日生まれ、この私の3学年下ながら、中学生の頃に新聞赤旗を読んで物書きを目指したとありました。現在は超伸び入りながら、当時はソ連の一角であったウクライナのチェリノブイリ原発事故が起こったのは昭和61年、西暦でいう1986年4月26日のことです。この私が高校1年生、3学年下の津田さんは中学校1年生ということになります。
しかしメディアアクティビストさんは事故が起こるまで知らなかったというところに疑惑が。ちょっとこーん、当時のというか昭和時代の共産党とか朝日新聞とかいわゆるお左翼様というのは、東側のすなわちソ連サイドの核は良い核で、西側のつまりアメリカ側の核は悪い核だなんてね、そんなことをおっしゃっておりました。ちなみにこれは日中国交正常化の昭和47年の週刊朝日で、こちらの方では中国軍事力の最先端はこれだとして、中国の水爆実験を持ち上げているんです。こんな時代背景を踏まえた時に、メディアアクティビストさんが中学生だった時、新聞赤旗にて超のびりについて熱心に取り上げていなかったという疑惑はあるにはあるんですが、当時は連日連夜ワイドショーが怖いよおっかないよと煽っていたんです。すでに中学校1年生になっていたはずながら、こうした世の中の大騒ぎをご存じなかったということになるんです。当時のワイドショーを少しだけ振り返りますと、いわく偏西風に乗って放射能がやってくる、怖いよおっかないよというものでした。実際には空気中で拡散していくんですが、これは今の福島第一原発の処理水の海洋放水の話にとてもよーく似ております。ここで古賀誠さんの話に戻ります。戦争中に生まれてごちゃいで終戦を迎えたからといって戦争のことを知ってるとは限らないということです。ましてやごちゃいです。白がこう言ってます。知らんだろう。もちろん古賀誠さんが小先輩から聞きかじった話だというのならば、それはあるでしょう。ただ番組の中では古賀誠さんが戦争経験者だ的なみたいなっぽい切り口で紹介していたんです。視聴者の皆さんを舐め腐っているんじゃないかという話になります。視聴者なんてね、算数一致しないでしょ。多分ね、1977年だから81歳の古賀誠さん出して、やべえ、いかんってやったらね、そんな本物か偽物なんか視聴者分かりしねえから、これでうっしっし、本物か偽物かなんて。バレちゃった。と、冗談はともかく、日銀の話にしてもそうなんですが、近頃のマスコミ報道というのは、設定が雑。雑なんです。実際日銀の件については東京新聞の記者さん、そして郷原信夫弁護士先生に、お左翼仲間と思われるパク・スンジュンさんが、望月さん、私も反安倍ですが、その件は残念ながら安倍さんに利がありますとコメントを寄せております。これ実は良い傾向です。思想の左右を問わないどころか、反安倍側であっても正しい情報は正しいですよと指摘され、そしてそれが共有される時代になっているということです。あとは、お仲間から正しい情報を突きつけられた時、どう対応するかで試されるのが常識です。仮に事実、正しい情報を突きつけられても、安倍側とやり続ける東京新聞の記者さんであり、元検事の現在の弁護士先生であったり、そして何よりこちらも加えておこう、時事通信が、その安倍側を続けるんであれば、彼ら丸ごとの信頼度が消えた、やったーとなります。そして信頼度のない報道機関、そして弁護士先生からお仕事が消えた、ゾーモーとなるかどうかは、今はまさに常識が試されている、そんな気がする今日この頃でございます。安倍元総理の何でもない発言が安倍側の皆さんによって拡散されております。これにより日銀の借金がというとんでも説も、正しい情報が上書きしていってくれているような気がします。我々は事実に謙虚に、間違えたらごめんなさい、かかとに体重を残してみんなで頑張っていきましょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくってメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
太鼓安倍晋三完全勝利説というものが何にモルゲストよって答えたんですが、モルゲストよかって紹介しちゃった。赤が勝ち、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたからと。番組の最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんグー。私がグーなのでパーを出したあなた、バットしてグー、おめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、クロスカウントやか、やるな、何者だ。そしてチョキを出したあなた、勝負の結果はともかくとして心はいつも V サイン。それでは本当のバイバイ。 Thank you.